か。てやんでいてやんでいてやんでいヤグタウンダッツロンということで、今日紹介していくのは、その外見でステータス高いんデッキお前のことやん、ラビードラゴン、お前のことやぞ。言っとくけど、お前そんなステータス高い見た目ちゃうからな。ということで、今プレゼント企画やっております。7000円のギフトカードプレゼント、動画の概要欄に詳細書いているので、ぜひね、参加皆さんしてください。そしてこのデッキ、この動画少しでも面白ければ、チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。グッドボタン100目指していくぜ。そして今大喜利やっております。下のね、コメント欄、固定コメントとしてお題書いているので、ぜひ皆さん参加してください。さあ、ということで、このデッキ、ラビードラゴンを含めた、デッキとなっております。ラビードラゴンね、ランク戦の報酬ノーマルカードで、交換できる攻撃力2950、守備力2900と非常にステータスの高い、バニラモンスターとなっており、なっております。星はね、8つ、ドラゴン属、光属性、ブルーアイズとね、全く、同じ種族属性であって、結局ね、攻撃力守備力合わせたらラビードラゴンの方が高いっていうね、このこの見た目でって言ったら悪いけど、そんなまあいいや。でこのデッキ何がしたいかと言ったら、まず特筆すべきは、スキル巨大決戦なんですよね。まあ何がそれが縁かって言ったら、まあまあそれはうまくね、このスキルを使えた時に説明するとして、ひとまず神の摂理、そして王者のカンパ、神の忠告、この3つで相手の何か防ぐ手段を止めつつ、こちらがワンキルを狙っていきましょうと言ったデッキです。でワンキルって言ったけど、今ねこのデュエルではちょっとな、うまくできんかったけど、そのワンキルを狙っていくのは巨大決戦があるがゆえと言ったところでしょうね。で、なんでね、この神の摂理を入れているのかと言ったら、始皇帝の両母が腐るパターンがあるとっていうのが、民間ドラゴンで生きる場合は民間ドラゴンで攻めてってもいいなとは思うんで、まあそれによってね、全然うまく、立ち回っていければなと思うところですね。で、ここはスルーで多分大丈夫かな。で、おそらくね、サウザンドナイフってことはカーテンが引けているのか、イニシエのルール型ですね。ここをじゃあ止めていきましょう。一応優先度的に神の摂理を先に使っていこうかな。もう始皇帝必ずね、2枚はもういらないんで、これでイニシエのルールを防いでいくと、ブラックマジシャンさえ出なければ多分ね、相手何もできないデッキになるんじゃないかなという判断で、僕は今のタイミングで使いました。ターンエンド来て、で王者のカンパが本当に何でも防げるんで、もうこれでほぼ勝ちが確定したんじゃないかなという、まあセットカードが2枚なんで、まあまだ分からないっちゃ分からないですね。イリュージョンマジック、これはデッキからブラックマジシャンを増やすカードですの、あ、手札に入れるカードですので、全然問題なく普通に殴っていったら、これが通れば勝ち、通らんでもてか 100% 通るそうやな、クリボールが2枚とかない場合はまあ大丈夫やったっていう話やな。で、今から本当に大事な試合は今から、結局この巨大決戦っていうのが俺はこのデッキのミスやと思っとって、巨大決戦とは何ぞやっていうことなんやけど、まずダイナソリュウザキの固有スキル、相手よりライフポイントが倍以上多いプレイヤーが受ける戦闘ダメージは倍になる。これはね、相手にも、適用するんですが、その効果と始皇帝の両母または神の忠告、これがね非常に相性がいいです。とりあえず神の摂理不正で、イニシエのルールでね、はい、このラビードラゴンを出していきましょう。でもう普通にアタックここはしていこうかな。エネコンとかやったらもう消費させたい上にデッキ破壊ですか。まあまあええやろ。で仮にね、分断やとしてもだいぶねこいつ火力高いんで、もう結構ね、無警戒で殴っていくことができるといったデッキです。神の摂理があるので、あ、これね非常にまずいコンボなんですが、普通に神の摂理で止めていくことに僕はします。
ていうかこれ決められたらねだいぶデッキ破壊されてしまうので、ここは止めていくと、相手がセットカード2枚、これはちょっと怖いんですが、あ、ラッキー来たね。これで始皇帝使うことによってこちらがライフ2000払うことになるんですよ、効果力モンスターなんで、で、タイラントドラゴン、これで相手のトラップカード発動できませんので、個人に対する天使取る、ドレインシールドは対象を取るのでダメです、タイラントドラゴンには効きません。で、ダメージ4600と、こっちの始皇帝を使ったことによって相手のライフが満タン、そして、こちらライフが2000払ってるってことで倍なので、巨大決戦の効果が適用されます。で、与えるダメージが2倍になるということで非常にね簡単にワンキルが狙っていけると、そういったデッキですね。で、結局このデッキなんやかんや僕はタイラントドラゴンが複数枚ある方複数枚入れた方がええかなと思うデッキではあるんですが、まあミンゲドラゴンと相性がいいっていうのと、あとはイニシエのルールで簡単に出せるっていう意味で、ラビードラゴンがいたことによって、こういった構築ができる、初めてできるようになったデッキかなとも、同時に考えているので、やはりね非常に優秀かなと。で、なんでこのスプレマシーベリーを入れているのかというと、まあ始皇帝の両方使った後にまだね神の忠告使いたいなという時はスプレマシーで回復しつつ、もう本当に相手をだいぶね防ぎつつ、でさらに巨大決戦も決めていきつつっていう感じの、まあなんともねいやらしいデッキと言うべきか、まあすがすがしいデッキと言うべきか、まあかなりね、はっきりくっきりしているデッキなんで、僕的にはねお気に入りです。簡単に勝敗が決まるんで、で、攻撃していきます。これね、あ、OK やな、 OK じゃないけどダメージ食らったら、倍の、6000いかんぐらいの計算がわからんぞ、5900ダメージかを食らわせることになってたので、さあモンスター出してこないのか。ちなみにラビドラゴン予報されても守備力2900とね、本当にね、優秀な優秀なステータスをお持ちのモンスターですので、さあ攻撃していく。あー食らった、ワンキルが決まりましたね。案外ね巨大決戦忘れられがちな、昔は周回デッキでかなりね使われてたスキルなんですが、最近はあんま見ない、スキルとなっているので、案外ね相手は、忘れがちなので、ワンキルが今は決まりやすいデッキとなっております。さあまあ基本的にねもうこれを続けていくだけですね。でミンゲドラゴンで攻めていけれるときはミンゲドラゴンでもう効果力モンスターを出していくと。ラビードラゴンねちょっとあの効果じゃないけど、こいつのあのテキストを読んでみようか。ドラゴン族で、雪原に生息するドラゴンの突然変異種、ドラゴンの突然変異種、巨大な耳は数キロ離れた物音を聞き分け、驚異的な跳躍力と相まって狙った獲物は逃がさない、なんでドラゴンの突然変異でウサギと合体した、なんやろう、もうちょいなマシな、マシじゃないけどライオンとかとさ、合体してくれたらもうちょっとかっこよくなったんちゃうかなとは思うけどな、まあ、雪ウサギっつう話かなこれおもろいわこいつの見た目、こいつ、まあ、実際おったらかなり怖いけどな。フィッシャーチャージ、はい、これは止めていきましょう。神の忠告、これでこちらのね、ライフポイントが相手の倍以下になったので、この攻撃食らったら、はい、倍の6000ダメージを食らわせれるといったことです。かなりね、早く決着つくデッキとなっているので、非常にね、やはり使っててね、楽しいかなと、気持ちいい。5000ダメージ以上も狙えるんで、まあまあ狙っていく必要あるんかと言われたらどうなんやっていうとかやけど、いっぱいねもらえるんでそれこそスキル彫りとかにもまあまあいいんじゃないかな、普通に買っていけるしねっていう感じやな。でここはねちょっと迷いました。始皇帝の両方で普通に出してってもよかったんですが、あーまあどっちが正解やったんやろうな。神の摂理があるんで、なるべくね手札にモンスターとまあ、いろんな、ね、選択肢を残していきたいっていうのが、まあ、個人的にはありましたね。さあ、じゃあちょっとね、この辺りでもしこのデッキ、この動画少しでも面白いと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、そしてプレゼント企画今やっております。なんとね、7000円の
ギフトカードをいただけるので、ぜひ皆さん気軽にエントリーしてください。さらに7000プラス、7000人、チャンネル登録者が7000人から増えた金額分プラスアルファで載せようと考えているので、ぜひね、協力いただければなと思います。そして大喜利もやって、大ヤグって言おうとしたわ、意味わからん。何ヤグタウンのヤグってなんなんや。大ヤグもやっているので、ぜひね皆さん参加してください。そして2月のね、プレゼント企画、エントリーナンバー46番金巻田さん、当選しております。ただし今まだ連絡がない状態です。連絡がなければ、その1500円分のギフトカード、3月分に上乗せして8500円となりますので、ぜひ早めに来てください。ということでヤグタウンでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まだね。